はい、こんにちは、谷地です。マー君です。8月3日の月曜日、めちゃくちゃ暑かったな。めっちゃ暑かったです。で、ポートベールどうでしたか。いやー、何個でもありましたか。83円。おお、フロントティフロントティです。あ、そうそう、ほんでフルバックで回ろうちょったな。フルバック行きましょう。うん、フルバックで誰が行くっつったんですか。吉井君と、あと野村、あ、野茂さんと、うん、この前の月例は野茂さんがちょっと悪かったな。うん、吉井君が68だったのかな。うん、で、安が70、俺が71で、明日に君が72やったわ。ほら、ごついで。プロみたいなスコアやで。アナンカントリーも相当レベル上がってんな。うん、もうわしら、丸山茂樹や深堀や横尾要や横田慎一世代やけんな。よう頑張っとるわや。マー君やもう池田優太世代やろ。そうやね。うん、松村だったっけ。松村。道夫。道夫はん。あれも見かけんな。うん、でも男子プロも厳しいやからな。うん、もうだって大会がないし、テレビの中継もないもんな。うん、うん、どうしたのかな。はあ、アマチュアゴルフも四国アマもなくなったし、うん、寂しいのも、うん、あとはアナンカントリーのクラブ選手権、アナンカントリーのクラブ選手権とリージョン杯があるか。マッチプレーやりたいな。マッチプレー取れたらもうゴルフやめようかな。絶対やめん、ね、一生取れんけん、一生やめれんわな。あんなマッチプレーやもんがごついけんな。自分だけじゃあかんかったな。リージョン杯の初日、あの人海南のジャスティン・ローズに似とう人。ジャスティン・ローズに似とう人、海南のおっと、あの海南のジャスティン・ローズに似とう人、はい、海南のジャスティン・ローズ誰だろう。海南のジャスティン・ローズ、はい、どうだお前で。結構年寄りですよ。年寄りやると怒られない。背高い。ああ、ゴントさん。あ、違うね。あれ、ゴントさんじゃなくて。誰だっけ。茂田さん。あ、茂田さん。茂田さん、僕の大師匠でもありますね。あの人はね、ゴルフはよう知ってますね。練習場で、この前おてね。うそ、ん。で、リーチョーハイ、谷内君と中西君一緒に回ってくれよって言おったけど。ああ。予選ね。リーチョーハイの予選。茂田さん見てますか。いつもブロッコリーありがとうございます。あ、これも言えたね、ブロッコリー。今度あのシシクイに YouTube 撮りに行きますんで、その時よろしく。シシクイの海がいいんちゃうんですか。海がええな。あ、サーフボード買いましたんで波に乗りたいんですけど、人生の波に乗れないですね。そうやな。どうだろう、見られますか。うん、今度どんな企画でやろうかな。あの、やっぱり英語禁止ホールが面白いな。うん、あのノムさんのあの英語禁止ホールのあのずっこり方が最高やな。うん、まああの子は映えるね。映えるわ。うん、うん、面白いわ。一緒に前やったの楽しいわ。うん、うん、パーファーリーってのアスタニ君も面白いんよ。アスタニ君はアスタニ君で、もうおかげ、裸見よったら面白いよ。ヤス、うん、もヤスがマイペースやし、あ、みんなええやつなんやけど、個性があってよな。あ、うん、もう個性が強い人ほどうまいな、ゴルフは。うんうん、あ、癖が強いいうやつな。うん、ああ、ええ意味でな。お前も癖強いだろうけど。なんか企画したらどうですか。こう、
100切れん人を100切らす企画とかは、あ、面白いんちゃうんですか。ええー、な、やっぱりこうなんていうの、うん、成長期みたい なんかな物語で、うん、寒ない、あ、全然いけます、でもいいよ、全然いけますよ、はい、な、ここの部屋しかエアコンがないんですよね、うちの事務所。まあ皆さんいつでも遊びに来てくださいね、うん、ビールとかコーヒーとかありますから、え、全て無料ですけどね。うん、最近はね、夕焼けゴルフ行って YouTube 撮るのが趣味になってしまってね、うん、まあ暑いけんこれから結構あれって思うんだけど、9ホールでもたくさんあるな、うん、疲れるね、あの日晩ぐっすり寝れるわ。まあでも楽しいし、うん、ええー、かな、健康のためにもよう走るしな、うん、フェアウェイの端から端までこうカメラ持ったら知らない、やっぱりで、この雨降ってきて、雨で最初晴れとったよね、そう、最初晴れとって、オープニングは晴れとって、途中から15番か2段グリーンのとこ、うん、でワシャーッと降ってきて、うん、俺から iPhone 11 Pro Max で映しとったんやけど、これつまえてiPhone 7に変えたら、雨はわかんないよね、雨がな、タッチがこう押せるようになるよな、私は、うん、手がこう雨指紋で濡れるんだろうな、うん、タッチできへん、あれアップルさんちょっとドナイズしてほしいね。あれは一眼レフで撮れんしな、これはあの一眼レフキャノンのEOS KISS 9っていうんで撮ってます、はい、ものすごい綺麗ね、これ見えても、うん、いっぱいやりに行って、ここでまあいろいろ飲みたいけどな、うん、まあでも今の、ね、季節はしゃあないな、これ年末まで終わるんやろうか、え、今日も出たんですか、え、あの、あの、あの、やばいな、女の人出たな、うわ、みんなあれやな、どっか都会行ってもうてくるんだろうな、うん、まあでもな、打つ時は打つだろうな、うん、終わりがないんちゃうんですか、ほんまやな、よう千葉行ったもんやな、ほんまやね、ほんまに千葉行って千葉の話でまたあの面白いのがよくあるんやけど、何が話しようかな、とにかく雨がすごかったな、だってもう全国ニュースになったでね、なあ、ほんでゴルフ場行きました、タイガー・ウッズが来ております、うん、もう心ワクワクして夜もなかなか寝れません、うん、朝起きました、朝土砂降りの中バスなぁ、朝土砂降りの中バスを待っとう間にもうビシャビシャになってカッパコーデね、カッパコーデで靴も替えもコーデ、ほんであそこで宮崎と会うかっち話だ。宮崎もすごいよな、ここで会うけんな、もう縁がすごいな、うん、やっぱり友達やな、うん、すごい引き寄せっていうかすごいわ、うん、コース内までは入ったけど中止、コースには一応入ったんですよ皆さん、うん、コースきれかったけど一回も見えんかったな、うん、ザキヤマがおったぐらいで、うん、それでその後車に車止めとどこまで行くまでに1時間は歩いた、うん、1時間は歩いた、あれは一生忘れんな、たど、うん、り着くんかいね、たどり着くんだけど、実は千葉にタイガーウッズを見に行っておりました、マー君と僕は。はい、すごいいい思い出になりました、結局タイガーは見えませんでした。まあでもタイガー見えんかった思い出っちゅうのすごいよね、うん、ほんでこれから雨が降ってきて車までたどり着いて、うん、それから
マー君の運転で行ったんかな。そうね。ほんで俺から寒いけん風呂入りに行こうっていう話になって、で温泉探そう言うて温泉を探して、うん、温泉見つかって、気持ちよかったあの温泉が。まるで意外とな温泉ってほんまありがたいなと思う。あれなかったもん、風邪ひいてほんますぐ取るわよ、うん、もう洪水だらけやもんね、どこ行っても洪水だらけ。ほんでお前車やん、どこ走る分かれへんしよ。ほんまに、まあでもいい思い出でしたな、うん、でこの後何や、ボーリング行ったな。そうやね、ボーリング行ってマー君におっぱにやられて、うん、マー君ちゃんはボーリングうまいんよな、平均205やもんね、うん、うん、すごい。ああまたボーリングでも行きたいな、うん、うん、まあ、ちょっとなかなか行けんもんね、なかなか。ほんま今外食も行かれへんし、ゴルフ場もな、うん、ほらやばいっちゅうたらやばいけんど、まあみんな分からん、これだけはほんま運というか、なんというか、うん、まあ、運もあると思うけどね、うん、運じゃな、ほとんど運じゃ、もう人生やんは運じゃ。まあどうだろうな、もう商売人はほんまに偉い目に遭いよるわ、みんなな、ね、みんなも暇な暇ないよる、うん。昨日は阿南始終みんな休みだったのかな。阿南始終休みって、ああ、あの居酒屋とか、やっぱりあのコロナのやつで、うん、コロナのやつでもうみんな居酒屋も休み、マスクしとろかはな、今さら車に置いてきてます、はい、これあの冷感素材のなんかツルツルで、うん、なんかユニクロが出しとんがええっちょっとな、うん、うん、おうよ、散髪したいんよな、なんか2時間にしたい、短いですよ。もう散髪も行かれへん、うん、いつもはどこ行きますか。いつもはあの何ちゅう、安売に切ってくれるとこ。もうどこって決めてないんよ。あ、そうなんやね。もう水道とこ行くんよ。あ、もう今まではもうここでないとあかんっていうのがあったんやけど、こだわりがあったんやけど、もう行ったらいつもこの道けん、うん、もう松も嫌いなんや、もうイラっちゃけん、もうゴルフ場でも前がそんどためにイライラし。まあ、イライラする。そうそう、この前も月齢で前の組かな、うん、1番で、うん、右飛んだ、うん、球がこういったら右飛んだらあのラフが深いもんやけん、うんうん、4人がみんな探しに行って、はいはいはい、ナイン、うん、なで1人左どんどん、はいはい、今度左見て4人がまた探しに行って、はい、ナイン、もう嫌になって親もカチンと来たけん上行って前側に、うん、あれ注意してくれって言うたんやけどな、でも結局はまあイライラしたもんの負けじゃな、ほ、うんまに、まあでも俺もちょっとね、ちょっとなだけど、一番ホールで4台ぐらい並んでもだけどな、四五台後ろかな、うん、やっぱあれ暑かったらほんまみんな熱中症になるやからんけんな、うん、やっぱあれはもうちょっとこう考えてほしいな、うん、うん、まあでもこんな人のために YouTube 上げるのもいいかもしれないね、そうやな、マナーとして、やっぱりな、この周りに気配りするっていうのはまず大事やな、うん、ゴルフっていうのは一人勝負わけじゃないから、うん、後ろもやっぱり気にしてもらわんと、まあ、うん、まあ言うたらあれでしょ、ボールあるか確かめに皆がいて、うん、クラブも持っていかんと、そうそうそう、で、あ、あかーや言うて、うん、で、あ、クラブないわ、また取りに行く、うん、そう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 、この時間が、ね、そうそうやっぱりな、時間のロスだよね、ゴルフっていうのはルールがあってマナーがある、うん、もうこれ大事な話、あのローランドも言いよったけどな、うん、やっぱりルールがないと人生楽しいないと、うんうん、でルールの上に乗っとったマナーっていうのが大事だと、うん、まあこれを守ってこそやっぱり人生って楽しいわけで、
ね、ゴルフやってもらって OB したって OB なかったみたいにしたら面白いのやろほらな、今のなかったなかったええ言うんだよな俺人生はもう一回きりやけん面白いんだよ。